怖いな、なんだろうなと思って私ふっと思ったんですよ。今まで参加されてないあの方がまさかなと。その時後ろを振り返るとゴールに滑り込んで予選を突破してたんですよ。はい、夜スリラー真白めめ。真白くん、あ、これは大丈夫か。めめちゃんすごい真ん中にど真ん中に控えてますけど、昨日なんか待機中の画面とか昨日は表示してたのかな。あー、見てますよ、映ってます、イエーイ。いいあー、レインボーロードがいいの、見てますかね皆さん。もう本配信閉じちゃってるかもしれませんけど、これなんだっけ、え、何このカラフルな、見たら死ぬって言ってなかった、あ、なんかそれ系の画像な気がする。すっごい、まあ、死に放題。レース始まる前に頭数減らすのも戦略ですから ね、我々がなくなっちゃうよ誰もいなくなっちゃうよ、ここ誰もいなくなっちゃうよ。レインボーロードなるといいですね。え、ちょっと長い長い長いよ、長い長い、よしよしよし、よしよーし、あ、伝わってた、よかったよかった、一仕事終えた。なんかメンツがやばいって聞いたんだけど、マシュマロでもう1位の人2位の人がいっぱいでかなり魔境になってるみたいな感じのことを聞いたんだけど、まずいな、全員強い。まあ準々決勝だからそりゃそうなんだけども、ここ以上3位なのか、ちょっと嬉しいですね。僕ね、マリカの設定がねバグってた。マリオカートってなんとジャイロ機能があるらしくて、僕ジャイロプラスコントローラーでやってたんだよ。昨日のなんかねちょっと終わった後に気づいた、えってあ、なんか変にわかんなと思ったらそれだった。あ、始まった。リボンのとこやめて、リボンやだ、リボンやだ、どんだけリボン好きなんだよ、リボン以外。ここ何？ココナッツモールか。じゃあコメント消そう。消そうっていうか隠そう。絶対おかしなことになる。頑張ろう。ここは僕はね、Wii をやってたから多分わかるんじゃないか。勝負。やばい！コイン取って、よしよしよし、いや、いいいい、全然いい、後ろからゆっくりコイン狙っていきたい。アイテムは絶対2つ取ろう。これってどこ行った方がいいの、みんなこっちだな。コイン取って、アイテム交換ができないけども、来い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 、空豆生かしてけん、これ取れる。で、多分これ右のさ、これを絶対通ってった方がいいんだろうな。やばい！どっち？これやばいよ。こうか。みんな早すぎないか、ちょっと。さすがにスターは早い。使っとけばよかった。二つ取れない。よしよし、こっからコインうまい、こう絶対取る、取ろうと思ったんだけどな、やばい、みんな早いよ、2つ絶対2つ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここはね取りに行く、キラ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 、はい、落とされた、後ろに戻りすぎると勝手に落とす、あ、え、そうなの、ごめんなさい、知らなかった。まずいまずいまずい。え、他の人は
う始まってんの？あ、完成になってる。と、あ、これはもしかして、あ、真白が、真白くんが、あ、落ちちゃったかな。脳みそ落ちた人はちょっと頑張って復帰してくださいとの恒例のあれになるけど、なるべく早く復帰できるといいな。待ってるぞ。待ってますよ。ということで皆さん、あと僕が復活する線は2回1位を取るぐらいしかないんじゃないか。きつ。まあまあでも僕だけ落ちたなら全然いいや。なんか全員落とされたみたいな感じだったらすごいやばい、申し訳ないけど、まあ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 、こっから1位を2回ね、頑張ろう、頑張るしかない。さあこっからよ。よりによって苦手なコースきたー。ここ1位、ここってかもう2回1位じゃなきゃ終わる。皆さんが今復帰できたかな。あ、よしよしよし、大丈夫そう大丈夫そう。まあ、こっからでもね、ありますから、うん、あるのか。ちょっとすいません、今適当なことを言いましたけど、でも最後までレースを諦めない。わかんないよ、そう大事だ。全部1位取りゃあるでしょ。いや、もうあと2レースしかねえんだ。あというわけでリボンロードが選択されました旧コースですが、ダートがとても多いため、うん、ルートをすると前に出づらい、ね、そうだね。ゴール前の大きくショートカットできるところがあるので、3周目ラストでもアイテム持ってしっかり諦めずに走ることが大事。ここの団子マジで嫌だ ね誰かのケツに何かついてただけで怖くて走れないよ。いや、しかもね、いらない風を受けるんですよね。あ、ここはしかもスリップストリームって、そうそう、それそれ、ドリフトをかけながらこの道通ろうとするとジャンプアクションが不意に出ちゃうこともあって、なかなか厳しいですね。めっちゃ真白くんの画面見ちゃった。コイン、やばみんなうまい。もうこのレベルになるともう本当にコインなんて当たり前だよ。ちょ、前だよ。よし、で、ここはショートカット行かせて、コインが取れないね。コインマジで取れないね。ここ取らもらって、さすがに出るでしょう。やばい、待って待って、うわ、アイテムやばいな。コイン4枚、まあ、ゆっくりちょっとコイン稼ごう。ここでほんで2枚取れないか、早めに使おう。よし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 、2つ取れる。よしよし、あー止まってきた。引きに行こう。お、頑張れサイン。あ、真白くんが2位に。お、すげえ。あ、取れた、頑張れ頑張れ。早いですね。アンテナとかついてるわけでもない。早い早い。回線の分本人が早いから大丈夫。大丈夫、届くかな、これ赤コーラ。回線より早かったんだろうな。どうだろうな。あ、めっちゃ前に向かって投げてるが、ちょっと難しいか。今が星川がゴールしました。2位入ってつけてく、早い、素晴らしい。すごい、最後さんも続々とゴールしていく。ちょっと待って、うまい。1位は早いな。キノコ、キノコ、来ないか。くそー、1位、ここ1位だったら全然やったー。まあでも12点はでかいんじゃないか。まだ、あるあるある、もうないか。1位取れば27点か。27点取れればまだ6いけんないか。ベビーパワーやってる場合じゃない。ベビーパは本当に1位取るチャンスがなくなるから、やっぱ得意ステージ行くしかないな。車の多いステージやめてくれ。で、27点、よし、取れんのでかいよ。コインコイン、取れる。
あ、これどこがいいんだろう、ルート。あ、怖い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 。で、ここちょっと怖いから混戦してるから前出ちゃおう。あ、で、左か。右だと思った。逆半！危な！あー、でも知ってる知ってる。で、この後左になっての。おー、怖い。取られるな。ここ取りに行きたいな。あ、で、こうか。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、このままこういけんのか？こうか。ほい。うわ、ちょっと待って。二つ取れる。アイテム二つ目がちょっとしょっぱいな。これ打っちゃおうかな。ここにかかって、やばい。僕も使おう。あ、これ終わり説。27点。うわ、これ1位取ってたら、うわ、1位取ってたらギリギリでいけたのか。ということで、迷惑もかけつつ、まさかの散々な結果で終わってしまいました。そんな感じです。いや、でもなんか僕だけが落ちたのならよかった。全体が止まるになってたら最悪だったけど、マリオカート初挑戦ということで、なかなかね、慣れないこともして、かなり緊張もあって、いや、でもあそこ1位取れてたらね、まだまだあったので、圧倒的に練習が足りてなかったんじゃないかなっていうのもあるし、皆さん応援してくださり、ありがとうございました。